Thank you. Thank you very much. そこまでですか？はい。そこまで。凝ってます、凝ってます。この間で撮った動画が、めちゃめちゃみんなのいいねボタンを押してくれて、やっぱりね、長距離トラック大変だねっていうのが伝わったんですよ。長距離は使えますよ。長距離使えますよね。長距離はね、使えますよね。昨日は3回くらい、足もね、パンパンなんですよ。あ、むくんじゃいました。だってあれですもんね、大型車やっぱペダル踏むのも大変ですもんね。重いですよ。重いですもんね。タイヤいくつくっついてるんですか？前、後ろに5、6個じゃないですか。前、後ろに5、6個が6個ですよね。6個、5個はないですよね。6個っすか？6個っすよね、でかいですね。12トンぐらいですか？12トン、でかいですね。みんなね、みんな多分すごいと思う。もうね、雪降らないでしょうからね、とりあえずこっちの方が。北海道は今ね、えらい騒ぎになってます。今度、火曜日か。火曜日ちょっと雪残ってますね、やばいっすね。やめようか。やばいっす。大丈夫っす。北海道か。うざいな。どれぐらいかかるっすか？北海道だと。仙台まで行けば。どうだ？あ、そんなもんで行けちゃうんですよ。終わってるんですね。新幹線より早いじゃん。周りもね、案外すごいっすよ。周りのやっぱ大型車も結構すっとこしてる。たまになんか4、5倍とかいるから、あんまりすっとこせないけど、気をつけないとね。昨日か、俺のま、福祉のに、覆面パトカーが、いました。こりゃあねえな。下手すると、さっき、下手するとね、鳴らされちゃいますもんね。前のトラック、左に寄せなさい、止まりなさい、なんで。結構大型車でも案外スピードって出るから、いや出るでしょう。で一回出ちゃうとね、一回出ちゃうと早いですからね。早いからね。あのマリオカートのドンキーコングみたいなやつです。一回出ちゃうともう結構、はいこちらは早いから100、今の車100何キロ出るのか。200は200は実はもうちょっと回しますね。女の子もね、
いるんですよね。そうだな、すごいっすよね。女の子はすごいっすよね。女の子はすごいよ。でも車の中で過ごすことの方が多いから、そっちにね金かけますもんね。分かります分かります。家にいるよりそっちの方が高い。まあ自家用車は自家用車乗るより高くなる。まあそうっすね。自家用車はあんまりね考えたんですね。ちょっと首いきますよ、軽く引いて。シートだってお金かけないとね、腰痛になっちゃう。最終。すごいですね。こういう動画見てくれる人います。大声だろ。頑張ってください。北海道ね。